夢とか目標とかなくて、将来何しようかなと思った時にちょうど名古屋で開催されてて、それを見に行ったのがきっかけで、夢だったり目標を持ったというか、そういう気持ちを見せてくれたのが格闘技だったんで、一歩踏み出す力になれたらいいなと思ってますね。アンチェイン第10代クラッシュライト級王者大岩達也、 KO を量産してきたハードパンチャー。しかし4度目の挑戦ですよね。もうタイトルマッチ恐怖症みたいなのがあったんで、屈辱のタイトルマッチ3連敗。もうやめようと思ったんですよね。その時にやっぱこう格闘技に対して 100% 向き合えたかっていうのを考えた時に、まだこう自分に足りないことってめちゃくちゃあったし、ライト級に上げてから1回でも負けたらもう引退するっていう気持ちで、もう1試合1試合やってたんで、4度目の挑戦でついにクラッシュのタイトルを掴んだ。自分の中ではとりあえずホッとしたっていう気持ちはすごかったですね。ずっと応援してくれた人たちにこうベルトを持ってこれたのは本当にめちゃくちゃ嬉しいし、かっこよく言うと、自分の生き様だなっていう、諦めなければ叶うよっていう、それが僕の今隣にあるベルトだし、結局格闘技やってるのって本当に最強を目指してやってるんで、本当に体作りできるのはあと 2、3 年だと思ってるんで、負けたら終わりだなっていうのは常に思ってますね。僕も時間ないんで、今本当強いやつとやって早く強さを証明していきたい、その一歩として今回の試合かなって僕は思ってます。対するはジャッカルトーマス・アギーレ。アルゼンチン出身、 WGT キックボクシング世界王者。今年9月、 K1 初参戦、ブリンフ世界王者を退けた。攻撃力がめちゃくちゃあるのと、アグレッシブ、スタミナもめちゃくちゃあるし、止まらない選手だなって思ってますね。勝負に行かないと勝てないと思ってるんで、だから勝負に行くだけです。自分がクラッシュのチャンピオンになって、恩返しというか、地元名古屋を格闘技業界盛り上げたいなと思って、その思いが叶ったって感じですかね。でもここだけで終わらないし、世界最強を目指すための第一歩。僕がチャンピオンになったということは絶対にこれから盛り上がります。宣言します。63キロ契約、大岩達也 VS トーマス・アギーレ。